ファストプロトタイピングボード 4RA は RA ファミリーマイコンを搭載し、さまざまなアプリケーションの試作開発に特化した評価ボードです。エミュレーター回路を搭載し、追加ツールを購入することなく書き込み、デバッグが可能です。このボードを使用することで、簡単かつ低コストに試作開発ができ、お客様の開発期間短縮が可能となります。この動画では、RA ファミリーを初めて使用されるお客様を対象に、ファストプロトタイピングボードを使用してソフトウェア開発を行うための開発環境の導入、プロジェクトの生成と動作確認の手順をガイドします。開発環境の導入として、ルネサスの統合開発環境 eSquare Studio とフレキシブルソフトウェアパッケージの導入手順を解説します。まず、プラットフォームインストーラーをダウンロードします。ルネサスウェブサイトの eSquare Studio のページから GitHub にジャンプし、最新版のインストーラーをクリックしてダウンロードします。このインストーラーは eSquare Studio フレキシブルソフトウェアパッケージ、GNU ARM Embedded Tool Chain など必要なコンポーネントをまとめてインストールすることが可能です。ダウンロードが完了したら、インストーラーファイルを実行し、開発環境のセットアップを行います。インストールタイプの選択が表示されます。eSquare Studio を初めて使うお客様は、手順が簡単なクイックインストールオプションを選択することをお勧めします。ライセンスの画面に記載されたソフトウェア契約に同意いただけましたら、ソフトウェア契約の条件に同意するにチェックを入れてください。インストールボタンを押すとインストールが始まります。インストール完了後、OK ボタンを押します。次に、プロジェクトの作成方法を解説します。この動画では、LED 点滅処理を含むブリンキーテンプレートを使用してプロジェクトを生成します。eSquare Studio を起動し、プロジェクトエクスプローラータブの Create a New COAC++ プロジェクトをクリックします。ルネサス RA を選択し、ルネサス RA-C++ プロジェクトを選択します。プロジェクト名を記入し、必要に応じてプロジェクトを格納するロケーションを指定します。デバイス&ツールズセレクション画面では、ボードに FPB-RA2E1 を、ツールチェーンは最新の GNU ARM Embedded を、デバッカに E2 Lite ARM を選択します。プロジェクトテンプレートセレクション画面で、ブリンキーテンプレートを選択します。FSP コンフィグレーターのジェネレートプロジェクトコンテントボタンをクリックし、ソースコードを生成します。これで LED を点滅させるプロジェクトが生成できました。最後に、プロジェクトの動作確認手順を解説します。実行ファイルを生成するため、プロジェクトのビルドを行います。プロジェクトエクスプローラービューのプロジェクト名をクリックし、ハンマーボタンをクリックしてプロジェクトをビルドします。コンソールビューでビルドの完了とエラーがないことを確認してください。PC とファストプロトタイピングボードを USB ケーブルで接続します。eSquare Studio 画面の歯車ボタンからデバッグ構成を開きます。デバッグハードウェアが E2 ライト ARM になっていることを確認し、コネクションセッティングスのエミュレーターから電源を供給するにいいえを選択します。左上の虫ボタンをクリックするとデバッグを開始し、PC から RA ファミリーマイコンにプログラムをダウンロードします。ダウンロード完了後、リセットハンドラー関数の最初で停止します。再開ボタンをクリックし、プログラム実行を再開すると、
ファストプロトタイピングボード上の LED が点滅することを確認できます。このようにファストプロトタイピングボード 4RA は追加ツールを購入することなく簡単かつ低コストな試作開発が可能であり、お客様の開発期間短縮に貢献します。詳細はルネサスウェブサイトをご参照ください。